はい、こんにちは。対パイロット111で魚種格闘技ジャークソニック90です。狙うのはバラマンディ、魚種はジャークソニックはこの3つ、まあ3つしか持ってないんで売ってないですからね。このヤマメカラーっていうのはタイでは意味があるんですかね。トラウト用ですよね。ルアーはジャークソニック90、ロッドはツララモレーナ53、リールはシマノスコーピオン DC ハイギアモデル、ラインは PE2.5号、音をここでヒート、ショックリーダーはナイロンで40ポンド。ジャークソニックはシンキングのルアーです。ですのでカウントダウンでどのくらいの層を引くかっていうのができます。あと重さがありますんでフックを交換しても泳ぎます。まあ元々の重さがありますんでね。フックは市川フィッシングの 88X5 っていう8番に交換してます。標準は6番のフックがついてるんですけど、一回り小さいフックでやってます。フック交換すると8番までしかその硬いフックっていうか強力なフックないので、結構9センチぐらいのミノーが限度ですかね。7センチとかもっと小さなサイズのミノを使うと、フック交換してしまうとあまりにも下が重たくなってしまって泳がなくなってしまうんですよね。バラマンディ74センチ、まあ腕がないから泳がない。あとまあルアーもですね、いっぱい買ってるわけじゃないんで、これがいいかなと思うと同じのを2つ3つ買ってっていう形でやってますんで、ですのでそんなにいろんなルアーをここでポン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 投げてるかっていうとそうでもないんですよ。まあ色は交換しますけれども、投げてるルアーっていうのはこれもこの日はジャークソニック1本で投げてます。ほとんどまあ朝はトップですとか、まあ夕方ですよね、そういうのはトップでやったりするんですけど、他の時間っていうのはまあほとんどずっとジャークソニックを投げっぱなしで、まあ同じの投げてるっていうことは腕がないので、実際じゃあどのくらいのカウントダウンでどのくらいの層を投げられているかっていうのが分かりやすいから同じルアーを使ってるだけなんですよ。これを20回投げて違うルアーにして、30回投げて違うルアーにして、また違うルアーにしてってやっていくとですね、やっぱりルアーによってですね沈む速度が違ったりするので、引く層をですね、いち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 カウントして、ここだとそこに当たっちゃったからあと何秒カウントしてとか、そういうのがまあシンキングのルアーの場合面倒なんで、同じのをずっと投げてます。本当だったら多分そのアクションが変わるルアーを投げた方がいいと思うんですけれども、まあのんびりお気楽フィッシングなんで同じルアーばっかり1日投げてしまってます。まあこれ当たらないなと思ったらまあルアー変えるんですけれども、もう1回2回当たればもう同じ動きさせてればですね、どん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 ヒットしますんでね。まあそれで同じルアーばっかり投げてるっていう、まああとここ何回も来てるんで、このルアーだったら釣れる、このルアーだったら釣れないっていうのが分かってますんで、釣れるルアーをまあ投げてるっていう感じです。バラマンディ76センチですね。あとですね、同じアクションをさせてまあ2、3匹釣れた後に釣れなくなった場合っていうのは、まあその時間が悪いんだと思うんですよね。まあ腕がそこまで達してないので、それを魚に無理やり食わせるっていうことができないっていうことなんですよ。
まあ腕が良ければですね、多分いつでも食わせられるとは思うんですけど、腕がないとですね、やっぱりその時間帯によって釣れる時間、まあこれもね朝方なんですけれども、まあ釣れる時間ですので、まあ数何本か出しちゃってますね。いいジャンプしましたね。ほんとバラマンティ跳ねるから面白い。5キロ10キロっていう魚がジャンプするんですかね、ルアー食った後に。そいで首振ってルアー外そうとするんですよね。でなおかつですね、バラマンディ口の中にルアー入ったらですね、引っかかるところが少ないんでね、ジャンプして跳ねたらね、ポンって抜けることが結構あるんですよ。まあ今回はですね、あのバラした映像は中に入れてないんですけれども、やっぱりね、何回ですかね、まあ3回に1回か4回に1回ぐらいはバラしてます。でやっぱりバラすバラさないっていうのはロッドの性能だと思います。追従するロッドっていうのはそのバラしにくいと思います。やっぱり硬いロッド使った方がですね、あのバラしやすいんで、まあそういう点は全然違ってますね。あとルアーのアクションもですね、まあここ中見えないんですけれども、全然変わりますね。やっぱりロッド、硬いロッドとあとしなやかなロッドを使うと。ですのでやっぱり食いやすいのはこういうロッドを使うと、同じミノーでもその食べてくれるっていうか、その釣れるアクションを起こしやすくなる。まあ、どういうアクションが釣れるのかというと、くね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 動くのが本当にいいのか、それともちょんちょんちょんっていうそのイレギュラーなアクションがいいのか、ちょんちょんちょんじゃわからないですよね。まあダートさせるっていう意味です。ダッダッダッって感じでジャークさせて平打ちして、そういうのがいいのか、まあいろいろちょんちょんちょんとダッダッダって違いますよね。まあなんかイメージ的にダッダッダッ、ダッダッダッ、っていうようなジャーク、くね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 っていうルアーアクション、あんまり食べないんですよね、あのバラマンディ。ですので綺麗な泳ぎするといいかっていうと、そうでもないんですよ。まあここ自体魚が相当ルアー見てますのでね。おっとバラマンディ85センチ、やっぱ上がってくるのが結構時間かかりましたからね。まあ9センチのルアーで85センチが釣れるっていうのはもう奇跡に近いですからね。約10倍の長さですからね。本当やっぱり9センチのルアーと12センチのルアーと15センチのルアーと20センチのルアーというと、やっぱり大きさもですね、あの9センチから12センチになると倍ぐらいの大きさっていうのになって、魚もですねそこまで細かい餌をね食うかっていうとね、まあ食わないんじゃないかなと思うんですよね。大きな魚はあのちっちゃなのを食べてもお腹いっぱいにならないんで、大きなのばっか狙ってると思うんですよね。ヒラメ釣りも同じですよね。私結構ヒラメ釣り行くんですけど、あの大きなイワシつけると大きなねあのヒラメが上がってくるんですよね。まあバラマンディ56センチ、このくらいは一気に抜けます。うえ、出た、危ねえ。56センチのこの池の中に放流すんなって感じですよね。もう70アップだけにしてほしいんですよ、この池は。多分ね60センチ台のね入れてると思うんですよね。こんなにね昔60センチ台ねそんな釣れてないんですよ。今度聞いてみますね。
まああとですね、まあ、9センチのミノーなんか使わないで15センチとかそのくらいのばっかり使ってたんで、まあその70センチ以下があんまりヒットしなかったっていうのもあるかと思うんですけれども、まあ昔は大きいので一発って思っていつも投げてたんですけど、この頃はねもうね、まあ数釣りっていうのを目指して9センチのミノーを使ってます。たくさん釣ればですね、その中に大きいのが混ざるんじゃないかっていう考えです。ですのでさっき85センチが混ざったっていう感じかもしれないんですよね。で、はい、話は戻りますけれども、ジャークソニックシンキングのルアーっていうことはですね、カウントダウンでその水深が、まあ、どこを引くかっていうのをが分かりやすいルアーになってくるんですよね。それって何がいいかっていうと、まあ、こういうところ魚のいる層、その見えない、まあ、この管理釣り場ですとね、どこを引いてんのかっていうのが分かりづらいんですよね。やっぱりあのフローティングの沈めるルアーと比べるとですね。やっぱりねフローティングのルアーっていうとね、そのある程度サスペンド的にね、ステイしてくれるようなものがいいですね。その0から50センチここを見るからにあの魚いないじゃないですか。まあこれだけねあの緑になっていても池が、まあ30センチ50センチのところを泳いでればね黒い影が見えるわけなんですよ。そこに魚が泳いでなくて、なおかつそこにベイトがいなくて、そこを捕食していることもないっていうと、そこを狙ってもですね、実際ね、あの投げてるだけ無駄、私の腕だと。これうまければね、そこをね食わせられるそのテクニックだとかそういうのもあるかと思うんですけど、私的にはねもうねやっぱりね50センチをより下、まあ1メーターから1メーター50ぐらいを狙ってる。そうするとねこのシンキングのルアーっていうのはだいたい何秒でカウントするとここの層を泳ぐっていうのをできますんでね、それをしてれば魚のいる層にずっとルアーを通せられる。それで一番そこはですね、ここ草刈りした草がですね山のようにあるので、そこをその引いてくると釣りにはならないんですよ。シンキングのルアーって根がかりが怖いかなって思うんですけれども、やっぱりねある程度攻めないとね無理なんですよね。ここもまあ変なものがいろんなものが沈んでてね、根がかりはするんですけれども、それを恐れちゃいけないっていうのはありますね。まあそんなことを言いながらも根がかりすると、スタッフに言って取ってもらう私です。実際ですね、20歳ぐらいの男の子のスタッフが2人いるんで、その方にですね、100バーツとか200バーツチップ渡せばですね、水の中入って取ってくれますから。よいしょ。買うとね1000バーツ以上するねルアーがね、手がかりした時ねやっぱりね78ラインを切ろうか頼もうか悩みますからね。その時はだいたいそのままにして、まあ仕事してる時は別ですよ、仕事してない時はやってくれることがありますんでね。まあ全部が全部やってくれるかって、チップ渡さなかったら絶対そんなね水の中なんて入ってくれませんのでね。1000バーツっていうのは3500円ぐらいで、100バーツっていうのは350円、200バーツっていうのは700円ですので、まあ700円ぐらい払って2000円のルアーが回収できたら、まあそっちの方がいいかなって私は思っちゃうんですよね。まあただですね、そんなに根掛かりすることもなくですね、まあ10日来て1日ぐらいで1回ぐらいですかね、根掛かりすんの。本当に取れなくなっちゃう根掛かりで、ここの池広いんですけれども、反対側まで歩いていって対岸で引っ張ればだいたいルアー回収できますんで、根掛かりしてもその分ですね、ラインはですねやっぱり最低でも
70メーターとかそのくらい巻いとかないと対岸まで行ってラインがなくなっちゃうということもあるかもしれないんで、50メーターぐらいだときついですね。やっぱり70メーター、100メーター。私はだいたい120メーターぐらい巻いて、それが徐々になくなっていって、60、70メーターで巻き替えるって形でやってますね。本当、根がかりを恐れずですね、そこの方をトレースするというか引いてこないとですね、やっぱり、バラマンディを釣るっていうのは、その、難しいところもありますね。だいたいなんでその管理釣り場に根掛かりするようなものがなんか落ちてんのかわかんないんですけれども、なんかいろんなものが落ちてんですよね、この池の中って。ほんと水抜いてきれいにしてほしいんですよね。あと下の草、多分皆さんここに来た方そう思うんですけど、ほんと草刈りした草をですね回収してくれっていう、ほんともう大半がね池の底に沈んでるわけですからね、そこを引くとねもうね池の掃除してんのかと思っちゃいますから自分が。そうそう、今回はジャークソニックで魚種格闘技バラマンディ編でしたよね。結構格闘してんですけど私のほぼ勝ちですねこれは。ただねバラした映像とかはね今回は入れませんでした。なぜかというと、恥ずかしいから。まあバラすバラさないっていうのは本当ロッドの性能、あのツララモレーナの豪さんをこのロッド買ってからですね、本当よくねしみじみ痛感しました。本当ね腕じゃなくね、まあ腕つっても私ないんでね、あの道具に腕より道具の方が本当重要。道具がいいものを使えばですねバラす確率だって本当減りますね。これねすっごい数をね今までねバラしてたんです。まあ硬いロット使ってあの大きなルアー投げてたんで仕方ないんですけどね。まあそういうところであのちょっと私の方もあの投げるルアーの思考を変えてこの頃やってますんで、まあ本当いいタックルバランスに今なってるのでこのまま続けていこうかと思います。とやっぱりねあのミノとかそういうのはナイロンのショックリーダーの方が絶対的にいいです。まあほとんどが格闘技で私の一本勝ちって感じでバラマンディ全敗ですねこのままの状態だと。まあただね大きな最後のねボスキャラみたいのが出てこないんでね、今回85センチでもでもまあボスキャラですよね。あとは水車から離れてやってますのでラインブレイクの恐れもないです。まあ本当いい道具、まあ日本で信用されてるものを使えばこうやっていい釣果が得られる。まあジャークソニックも実際人気先行でしているのか釣れるからその人気があるのかっていうのがわからないんですけれども、多分釣れるから人気があるんだと思うんですけど、結構私もねここでねいい思いジャークソニックでしてますからね。結構まあそれを魚のいる層でそのいいアクションができればですね絶対ね魚釣れるんですよ。これがですねもう本当投げてただ巻いてるだけ、それでそれをしてもですねまあ日本の管理釣り場と違ってここでそんな簡単に釣れませんからね。大体あのタイでタイだから海外だからまあ日本と比べると経済力がないから簡単に釣れるんじゃないかって
タイで遊ぶんだらと思ってるんですけども、日本の管理釣り場で普通以上に釣れる人でなければここに来て絶対的に釣れません。まあルアーも選ぶのもそうなんですけども、あとはどういうところを通すか、その棚をどこぐらいにセットするかっていうのとかを考えながらやらないと、やっぱりそのこのルアーを使ってるから釣れるとかそういうもんでもないんですよね。でバラマンディなんですけども、やっぱりね、あの回遊する魚なんで同じところに集めて釣るっていうのが一番釣りやすいです。結構ね、いろんなところぐる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 回ってね、リアクションで釣ろうとしてる方いらっしゃるんですけど、まあリアクションであれば釣れるんですけども、それ以外の釣りですとね、そう、あの魚集めないとね、まずいないとこ投げても釣れませんからね。ですのでそれをやってから釣れば釣れますね。だいたいあの一回集めてしまえばですね、そんな30分ぐらいでね、魚がいなくなることないですから、投げなくても。でもこのジャークソニックっていうのは魚種格闘技、まあ格闘技って書いてあるんだけど、フックは交換してるわけなんですよね。まあ日本のルアー、まあほぼ全てが交換してるんですけどね、フックを。やっぱり怪魚を想定してるルアーって売ってないんですね。日本でシーバスをされていてランカーを狙ってる人たちっていうのはどんなルアー使ってんですかね。本当ね、どうしてんのか興味あるんですよ。やっぱりね、80センチ90センチのシーバスっていうと、まあ5、6キロとかあると思うんですよね。バラマンディでもまあ5キロ6キロって言うと70センチぐらいだとありますからね、同じぐらい引くんじゃないかなと思うんですよ。まあ結構70センチのあのバラマンディでも針が1本だけかかって無理すると針伸びますからね、普通にね。シーバスも多分同じだと思うんですよね。だからシーバスのランカー狙ってる人たちっていうのはそんなにあれなんですかね、その6番のフックとか8番のフックっていうのは使わないんですかね。やっぱね、ここがね、ほんとね、6番と8番のフックがね、ほんと ST66 クラスのが欲しいところなんですよね。まあ多分一番強いのが、私の今までの経験上だと市川フィッシングさんの 88X5 っていうやつが一番強いんですけれども、まあそれに変えて魚種格闘技。まあただね、あのフック強くしてしまうと他のところが今度弱くなってしまってとか、まあバランスがありますんでね。ですのでドラグはね、そんなに、まあ本当5キロ6キロで十分だと思います。7キロ8キロ10キロなんてドラグこの釣りでねかけてもね仕方ないと思うんですよね。まあ当然ですね、フック係が浅ければですね、あのドラグ設定強いとですね、あのプチンって身切れしてしまいますんでね、やっぱりこれだけ取れるっていうのはドラグ設定が私はだいたい4キロぐらいですので、まあ、フックが浅くかかってもそんなに切れはしないっていう感じでやってます。70センチ、なんだよこれ、なんだよこれって今言ってましたね。これね、あのバラマンディがね、あのちょっとね甘噛みをしてるんですよ。でよくやるのはですね、私ね、あのカツンって当たりがあるとそこで引っ張らないでそこでステイさせるんですよ。もう止めちゃう。これがですね、できるかできないかっていうのでチョーカー相当変わります。そのカツンってきたから合わせるっていうとほとんど乗りません。よくサイドフィッシングだと追っかけてきたら早巻きした方が逃げるのを追っかけるっていうのがあるかもしれないんですけども、逆にですねバラマンディの場合ね、カツンってきた時ね、まあ
そのずっとステイさせるんですよ。そうするとね、もう一回バグって食いつく時があるんですよね。食い損ねだなっていうのをバラマンディが思うんでしょうね。で、まずって言ってもだいたい5秒ぐらい、それで乗らなかったらまた同じように引き始めるっていうのが私よくやってることなんですよ。その5秒間でバクって食いつくこともあれば、次の一投、もう次の一投なんでまた当たりがあってっていうこともあります。ですので2回、3回ちょっと前当たりっていうのがして食う時もあれば、1回でバクって食う時もあったり、まあいろいろありますね。まあ当然ですね、1回ポンって当たってね、ずっとその後食わないっていうこともありますけどね。まあそれは運次第っていうところでしょうね。本当楽しくですね、魚種格闘技ができましたね。うん、これぞまさに格闘技。でもボスキャラは出てきませんでした。次回に期待です。10匹ぐらい行きましたかね。まあ何匹かちょっと数えてないんですけれども、魚種格闘技すべて私の一本勝ち。今回のワンポイント、バラマンディの日中の釣り、ここの池タイパイロット111のバラマンディの釣りです。水深は約2メーターぐらい、日中は0から50センチ、なかなか食いません。まあ餌巻きとかは別です。下には草が大量に、でバラマンディがいるところはここを狙う、まあだいたい1メーターぐらいを引いてアクションをつけられるルアー、それがベストですね。だいたい1メーターから1メーター50ぐらいを、そのそこすれすれのところを引ける人っていうのは、やっぱり釣果が上がってくるかと思います。まあ言うのは簡単なんですけど、やるのは難しいですよね。ご視聴ありがとうございました。では。